こんにちは、ケーキです。この動画では、爬虫類を飼うために必要なライトやヒーターについて解説していきます。要は、爬虫類の飼育ケージ内の光環境と温度環境をどう整えていくかというお話です。実際に飼育ケージをセッティングするために必要になる知識や、水槽の照明、保温システムをどう設計するかという勘どころを紹介していきます。最終的には、今見えている日本石亀用のアクアテラリウム水槽に使用するライトやヒーターを選ぶところまでが今回のゴールです。ちなみに、この水槽は自作オーバーフロー水槽を利用したアクアテラリウムで、作り方は別の動画で紹介しているので、ぜひそっちも見てください。まずは、爬虫類にライトやヒーターが必要な理由から解説していきます。爬虫類に限らず、生き物の生理機能に影響を与える大きな要素に光があります。光っていうのは、電磁波のうちの可視光、紫外線、赤外線の総称で、波長によって性質が違っています。まずは、それぞれの光がどんな波長帯の光を指すのか、図も交えて確認していきます。可視光は波長が380ナノメートルから750ナノメートル程度の光で、人間の目にも爬虫類の目にも見えます。波長の短い側、図で言うと左側から順番に紫、青、緑、黄色、オレンジ、赤というように色が違って見えます。次に赤外線は波長が750ナノメートルから100万ナノメートル、つまり1ミリ程度の光で目には見えません。紫外線も同じく目に見えない光で、波長は10ナノメートルから380ナノメートル程度と、可視光よりも短い側になります。紫外線のうち、波長が200ナノメートル以上の光は近紫外線というふうに呼ばれて、波長ごとにさらに UVA、UVB、UVC に分けられます。ちなみに、紫外線は人間には見えませんが、爬虫類には UVA は見える種類がいます。波長ごとの呼び方を確認したところで、次はそれぞれの光の爬虫類飼育での役割の違いっていうところを確認していきます。まず可視光と紫外線のうちの UVA、つまり爬虫類が見ることのできる光は、外実リズム、概念リズムの調節や、活動レベル、生理機能の調節に役立ちます。要は、規則正しい生活を送るために必要な光ということです。あんまり重要じゃなさそうに見えるかもしれませんが、この波長の光が不足すると、食欲不振になったり、うまく体温調節をできなかったり、あるいは繁殖の成功率が下がったりという問題が起こり得ます。生態の調子を落とすことにつながるので、軽視すべきではないです。また UVA には、細胞の機能を活性化させて、脱皮を促進させる効果もあると言われています。次に UVB ですが、この光は紫外線の中でも特に重要です。爬虫類に紫外線を当てる必要がある理由で最も大きいのは、カルシウムを体内に吸収するために必要となるビタミン D3 の合成に、紫外線のうち特に UVB が必要だからです。ビタミン D3 は餌から摂取することも不可能ではないですが、過剰摂取すると有害になります。UVB を浴びてビタミン D3 を整合成する場合は、過剰なビタミン D3 は無害な別の物質へと変化させることができるため、安全にビタミン D3 を得ることができます。UVB よりもさらに波長が短い UVC は、強い殺菌作用があって生き物にとっては有害です。太陽光にも含まれる波長ではありますが、オゾン層と大気によって減衰されるため、普通は地表までは届きません。そのため、爬虫類を飼うときには浴びせるべきではない光です。一方、可視光より波長が長い赤外線は、物を温める効果があるため、変温動物である爬虫類の体温調節に役立ちます。爬虫類を飼う場合には、飼育ケージ内に赤外線を出すヒーターを設置して、飼育生態が自分で体温を上げられるようにします。この時、ケージ全体を同じ温度にするのではなくて、温度の高いところ、低いところを用意してあり、飼っているトカゲやカメ自身が、体温を自分でコントロールできるようにする温度勾配のある飼育環境を作ることが大事です。爬虫類を飼う場合、これらの波長をカバーするようにライトやヒーターを設置する必要があります。爬虫類飼育で使うライトには、主に可視光ライト、紫外線ライト、赤外線ライト、つまりヒーターの3種類があります。それぞれのライトがカバーする波長帯はざっくりこんな感じです。可可視光ライトは可視光を中心に赤外線と UVA くらいまでの紫外線を出します。紫外線ライトは UVB と UVA を中心に可視光領域の光も出します。また製品によっては UVC を出すライトもあります。ヒーターは赤外線だけを出して可視光は出さないタイプと、赤外線も可視光も出すタイプの2つがあります。次はこれらのライトについて具体的な選び方と製品の例を紹介していきます。まずは紫外線ライトの種類と選び方です。紫外線ライトには大きく分けて蛍光灯、水銀灯、メタルハライドランプの3種類があります。蛍光灯は値段が安めですが、紫外線の量は他のライトと比べると多少控えめです。蛍光灯にも色々と種類があって、一般的な直感型のライトは T8 型、それよりも細めな T5 型、電球用の口金に取り付けられるようにねじれた形をしているスパイラル型などがあります。T5 型が一番高性能で、効率も寿命も長く紫外線の量も多いです。日本での普及度はいまいちですが、海外では広く利用されています。T8 型はまあ普通の標準的なもので、スパイラル型は照射範囲が狭いとか、距離による紫外線の減衰が大きいとかで、はっきり言って使いにくいです。T5 型ならZOOMEDのレプティ3 T5HO、T8 型ならポゴナクラブのリバリウムグローパー UVB あたりがおすすめです。水銀灯は蛍光灯よりも高いですが、紫外線量は多いです。可視光は蛍光灯よりも多いですが、十分とは言えないレベルです。放電を安定させるための安定器を内蔵したセルフバラスト水銀灯が主流です。使い勝手で言えば蛍光灯や次に紹介するメタハラを抑えて一番だと思います。商品はいろいろありますが、ライトの波長的にはZOOMEDのパワー 3UV がいいかなと思います。メタルハライドランプ、通称メタハラは高いですが、その分高性能な紫外線ライトです。紫外線量が多いのはもちろん、可視光も含めて太陽光に近いスペクトルを持っています。スペクトルというのはどの波長をどれくらい含むのかという波長の構成のことです。ほとんどの水銀灯は必要な波長をピンポイントで抑えるようなスペクトルなのに対して、メタハラの場合は太陽光に近い連続的なスペクトルを持つ製品が多いです。そのため爬虫類には自然な光に感じられるようで、ライトをメタハラに変えたら活発になったとか、バスキングする時間が増えたとかはよく聞きます。ただ点灯するときに大きな電流が流れる性質があるので、場合によってはタイマーが使えないとか、扱いづらさもあります。具体的な製品としてはソラリウムとかパワー3 HID とかが有名です。次にヒーターの種類と選び方を説明します。ヒーターにもいくつか種類がありますが、代表的なものとしては白熱電球、セラミックヒーター、パネルヒーターがあります。どのヒーターも過度に温めすぎてしまわないようにサーモスタットと併用するのが基本です。白熱電球は赤外線だけでなく可視光も放射するヒーターです。要はスペクトルが長波長側に偏ったライトで、可視光の色も波長の長い赤からオレンジ色っぽい色味になります。夜間など可視光なしで赤外線だけが欲しい場合には多少使いづらい部分もありますが、商品によっては光の色味を睡眠を妨げにくい赤系にしたり、夜行性の生態向けに月明かりをイメージした青白い光にしたりと、夜も使えるような工夫がされています。赤系ならヒートグロー、青系ならナイトグローがよく使われます。セラミックヒーターは可視光なしで赤外線だけを出すヒーターです。電球の代わりにセラミック製のヒーターが熱を出します。白熱電球と比べると寿命が長く、数年程度使えます。また可視光を出さない分、効率よく温めることもできます。ただ爬虫類の方に使われる白熱電球はレフ電球といって、電球の内部に反射鏡がついていて、照射範囲を絞ることで電球を当てた場所がピンポイントで温まりやすくなっているものも多いです。セラミックヒーターはレフ電球のように温める範囲を絞ることはできなくて、ピンポイントを温めるというよりもケージ全体を温めるという用途に向いています。具体的な製品としてはZOOMEDのセラミックインフラレッドヒートエミッターなどがあります。パネルヒーターはマットのような形をした薄いパネルから赤外線を出すタイプのヒーターです。爬虫類飼育でよく使われるダントツも中にはこのパネルヒーターが入っています。形状的に広範囲を温める用途に向いていますが、出力が低いのであんまり温まりません。そして値段も結構高いです。保温能力を過度に期待しないで、あくまで補助的な用途で使用する方がいいと思います。次は可視光ライトです。可視光ライトは紫外線ライトやヒーターだけでは可視光が不足する場合に設置します。なので、メタハラのように紫外線ライトから十分な可視光が出ている場合は不要です。逆に、メタハラ以外の蛍光灯や水銀灯を使っている場合は基本的に必要だと思います。可視光ライトとして使えるのは UVA を重視した爬虫類用ライト、UVB 量が少ない紫外線ライト、アクアリウム用のライトなどがあります。個人的にはスペクトルが公開されていることが多く、その上で可視光領域ではメタハラのように連続的なスペクトルを得られるアクアリウム用、もっと言えば水草育成用のライトが使いやすいと思います。また、スペクトルだけではなく十分な明るさがあることも重要です。ここまでで爬虫類を飼うために必要な各種ライト、ヒーターについては簡単にですがその選び方を説明してきました。ただ、こういったライトやヒーターを使うためにはそれを取り付ける工具も必要になります。簡単に工具についても選び方のポイントを紹介しておきます。工具選びで気をつけるポイントはざっくり言って3つです。口金の規格が合うか、消費電力が合うか、ライトシェードがいるかというところです。口金はそもそも合わないとライトを取り付けられません。爬虫類飼育で使うライトは直感型の蛍光灯以外はほとんどが E26 という電球用の口金を使っているので E26 と書いてある道具を選びます。口金が適合しても消費電力が合わないと最悪火事の危険もあるので必ず確認します。爬虫類用のライトは特に消費電力が大きくて 150W とかもザラですが、例えばアクアリウム用だと LED がメインなので消費電力はせいぜい 30W くらいです。そういう前提があるので、アクアリウム用の灯具は適合消費電力が 30W までとかいうものも多いんですが、口金には同じ E26 を使っているので、水銀灯とかセラミックヒーターも取り付けられちゃいます。ただ、この使い方は消費電力が合ってないのでアウトです。安全のため、爬虫類飼育用に販売されている灯具を使うべきです。あとは些細なことですが、ライトシェードがいるかどうかです。ライトシェードには光が一定の範囲に集中するという効果と、人間が見た時に眩しくないという効果があります。紫外線ライトを取り付ける場合はバスキングスポットにある程度紫外線を集中させたい場合も多いので、シェード付きを使う場合が多いです。ヒーターの場合はケージ全体を温める目的があったり、そもそもあまり眩しくない商品も多いので、あんまりシェード付きのものは使いません。あと最後に大事なことですが、メタハラを使用する場合は必ず専用の灯具を使います。メタハラは灯具側に安定器がついているので、口金があったとしても別のライトのものは使用できません。一応具体的な製品も紹介しておくと、例えば E26 の口金でライトシェード不要、消費電力 150W 以下のライトを取り付けたい場合は上畑のクリップスタンドテラあたりがおすすめです。同じ条件でライトシェードが欲しい場合はエキゾテラのライトドーム 18cm とかがいいと思います。さらに 150W よりも消費電力の大きいライトを使いたい場合、例えば紫外線ライトにパワーサンの 160W を使いたい場合とかはZOOMEDのクランプランプソケットがいいです。ドーム型なら 160W まで、10インチのやつなら 250W までのライトを使用できます。その他、触感型の蛍光灯を使う場合とかはアクアリウム用の灯具も利用できます。ただ、電球型のライトを使う場合はさっきも言ったように消費電力の問題があるので、爬虫類用の灯具を使うのが無難です。あとはあんまり爬虫類飼育で使うことはないかもしれませんが、この水槽みたいにアクアリウムに近い環境で飼育する場合はライトスタンドがないとライトを設置できないので、一応ライトスタンドについても軽く触れておきます。ライトスタンドはデザインと高さ幅の調節可否、調節できるならその範囲あたりで選べば OK です。この中でも特に重要なのは高さです。紫外線ライトを使う時に生体との距離を 20cm とか 30cm とか離す必要があるので、ある程度高さがないと十分な距離を取れない場合があります。最後にここまでの結論として、今回の環境で使用することにしたライトやヒーター、灯具などを紹介します。まずライトスタンドには、豪華型浮周鋼伸縮超過というスタンドを採用しました。やたら堅苦しい名前ですが、これ中国のライトスタンドです。高さは45センチから60センチまでの範囲で、横幅は60センチから100センチの範囲で無段階に調整可能です。また、よくある2箇所で水槽に固定するアーチ型の設置方法だけではなくて、1箇所で水槽に固定するアーム型のライトスタンド2個に分離して使用することも可能で、使い方の幅が広いです。本当を言うと、最初は寿工芸のライトアームスライドというライトスタンドを使っていたんですが、どうしてもデザインが気に入らなかったので、こっちに買い替えました。多少作りが雑なところもありますが、電気を使う部分でもないので、中国製のライトスタンドは選択肢としては割とありだと思います。次、紫外線ライトとその頭部には、ZOOMEDのパワー 3UV100W と、エキゾテラのライトドーム 18cm を選びました。今回はコストと使い勝手のバランスのいい水銀灯を使うことにして、水銀灯の中でもスペクトルと可視光の色味が優秀なパワー3を選択しています。候補としてビバリアのハイパー3も考えましたが、少なからず UVC を出していて扱いに気を使うことと、可視光の色味があまり好きじゃないことから不採用にしています。頭部は E26 口金のシェード付きで 100W の消費電力に適合するものなら何でも良かったんですが、デザイン的にマットな質感のライトドームがかっこよかったのでこれにしています。ヒーターには以前から使用しているビバリアのエミートネオ CL フラットの 60W タイプをチョイスしてます。ソケットにはメッシュデザインが気に入った紙肌のクリップスタンドテラーを選択しました。水槽の設置場所的に夜間に赤とか青の光があるのは嫌だったのでセラミックヒーターを採用しています。エミートネオのフラットは高さがないので狭い空間でも取り付けやすいセラミックヒーターだったんですが、現在はすでに廃盤になってしまってます。新しくセラミックヒーターを採用するならZOOMEDのセラミックインフラレッドヒートエミッターあたりが候補になると思います。今回は紫外線ライトに水銀灯を採用していて可視光は足りないので可視光ライトも使用します。水草育成用のスポット LED のボルクスジャパン製グラッシーレディオ RX122 フレッシュというライトを採用しました。このライト実は15,000円以上するなかなか高級なライトなんですが、太陽光をよく模擬した優秀なスペクトルで、しかもそのスペクトルが UVA 領域まで広がっています。超波長側が少し弱いですが、爬虫類飼育の可視光ライトとしてはかなり優秀だと思うので採用しました。また、この水槽はアクアテラリウムなので、多少水草を育てるという観点からも、水草の育成に対応できるこのライトは優秀です。LED なので、シェードがついている灯具を使う必要はないんですが、見た目の統一感を出すためだけにライトドームに取り付けて使用します。最後にサーモスタットです。今回はエキゾテラのタイマーサーモを使います。この器具はヒーターを管理するサーモスタットの役割だけではなくて、ライトの点灯・消灯を管理するタイマーの役割も果たせます。さらに温度を時間に応じて変化させるという設定も可能で非常に便利です。少し高いですが、ケーキの中では爬虫類を飼う時にタイマーサーモを使用しないという選択肢はないっていうくらい便利なのでおすすめしておきます。これで日本イシガメのアクアテラリウム水槽を例にした爬虫類を飼うために必要なライトやヒーターの選定についての解説は終わりです。最初の方はややこしい話もあったと思いますが、はっきり言って爬虫類を飼うために必要な知識としては最低限のレベルなので、ぜひ知っておいてください。次回は今回選んだライトやヒーターを水槽に設置するところを紹介するつもりです。ぜひ次の動画も見てください。ちなみに今回の紫外線ライトやヒーターの選び方についてはブログでも解説しています。ブログでは理屈の部分をもう少し手厚く説明しているので、興味を持ってくれた人はぜひブログも読んでみてください。